今日国会内で開かれた日本維新の会の役員会、馬場代表は前回の選挙と比べ、比例票でおよそ300万票減らしたことについて、私の力不足と述べた一方でまああの。今まで全然歯が立たなかった選挙区についてですね、小選挙区での議席をお預かりすることができたと。 大阪以外の小選挙区で議席を獲得できたことは正しい方向に進みつつあると評価しましたしかしその直後維新の立ち上げメンバー浅田参議院会長は維新が公示前の44議席から6つ議席を失ったことなどを大惨敗と総括、えー、少なくとも今回の大惨敗の責任を取って 代表と選対本部長ぐらいは、自意を表すべきだと思っております本人がいる前で、公然と辞任を要求しまし,要求しましたあれだけ負けたのに、誰も何も責任を取らない、まるで裏金事件のあとにです、ね、自民党の議員が誰も責任を取らなかったっていう場面と二重写しになってしまって。 すごくあの維新としてはマイナスだと思うんです。辞任を要求されましたが、ババ代表は役員会の中で明確な答えを出さなかったということです。日本維新の会は明日大阪で常任役員会を開き、代表選挙の実施について判断する予定です。はい。維新は議席を減らしたものの、これ見てもわかるように。 国民民主よりは議席は多いということになりますですから自民は維新に対してアプローチするということはあるんでしょうかもちろんですね話はしてるんですねただプライオリティが圧倒的に国民民主党の方が先なんですなぜかというとまず公明党がやはり維新に対して今回ま大阪で4議席取られたというのもあってもう嫌悪感というか強い危機感を持っているということですねそれと何と言ってもやっぱりババ代表がですねもう実際こう力を失いつつある誰と交渉したらいいのかがわからない で、自民党も様子見状態になってるんですね。はい、まあ、あの今回本当にあの大惨敗って、さっき浅田さん言ってました。けどもうん、うん、比例票がね。 500万票取ったんですがまあこれはですねやはり大きな痛手でやっぱり維新の会は本当にもう1回一から出直しぐらいの状況になっていると思います、うん、これ国政政党としての存在意義というのはやはり大阪では勝ったけれどもやはりあのそれ以外の地域ではですね極めて厳しい戦いかなり候補者立てたのにもかかわらずこれは厳しい戦いになったのでこれからやはり維新の会というのはどういう政党であるべきかをもう1回考え直す必要があます。 あると思います、うん。一体維新はどこに進んでいくのかというのが問われています。そこも原稿です。明のポイントは何ですか。この高気圧に注目です。今日の知りたいに、前作前進。今入ってきたニュースです。